皆さんこんにちは。私は袋井市役所 ICT 制作課鈴木です。本日は会社ではなく離れた場所で仕事をするテレワークなどで活用されているウェブ会議のアプリケーションをご紹介いたします。最近ではテレビでも利用を紹介されており、一つの画面に複数の人が同時に映っているウェブ会議のシーンをご覧になられた方も多いと思います。本日ご紹介するウェブ会議のアプリケーションは Zoom というもので、比較的利用者の多いアプリケーションの一つです。もし Zoom でウェブ会議の誘いがあったら、スマートフォンやタブレットがあれば簡単に操作できますので、ぜひ参加してみてください。それではスマートフォンで参加する方法をご紹介いたします。まずはアプリをダウンロードします。公式のアプリストアより無料でダウンロードできます。アプリの検索で Zoom ZOOM と入力し、こちらのアプリを選択いたします。アプリを立ち上げたら、ミーティングに参加を押し、主催者から届くミーティング ID と表示名称を入力してください。次に同じく主催者から届くミーティングパスワードを入力し、ビデオの利用を許可します。ここまでの操作をすると、あとは主催者が参加を許可するまで待ちます。主催者の許可が下りたら、マイクをオンにするために通話を許可すると会議に参加できます。画面を横向きにすると見やすくなり、画面を横にスライドさせると分割表示に切り替わります。いかがでしたか？ウェブ会議の参加はとても簡単でしたよね。この新型コロナウイルスの影響で、新たな働き方を多くの方が実践されました。今後も引き続きウェブ会議の利用が増えると思われますので、まずはウェブ会議の参加からぜひ始めてみてください。